こんにちは。本日は9月26日、緊急事態宣言中ということで YouTube 配信です。本日は耐え難い苦悶と深い同情というテーマで、ヨハネによる福音書から考えてまいります。まあ、私たちはですね、何か調べられたり、あるいはこの、その問題があるかどうかということをですね、問われるとき、やっぱり緊張します。まあ私もですね、実は、この夏、今、まあ秋ですから、少し疲れが出てくる頃ですよね。今年はですね、絶好調ということで、朝散歩に出かけ、1日1万歩ですね、目標にして、毎日調子いいなと思っていたし、また8月には富士山頂ですね、この登頂して、お鉢巡りもして、ということだったんですけど、実は先週ですね、妻と共に、食事に出かけた、その帰り、とってもですね、この胃の痛みを感じて、おかしいなと歩きながら、どんどん痛くなってくるんです。で、やがて、この、寝たんですけれども、夜中にですね、あまりの胃の痛みに目覚めまして、しばらくですね、この、まあ、苦悶してたんです。で、まあ、妻が夜中起きまして、この、いろいろ、こう、私も薬を探したんですけど、ああ、胃薬、まあ、胃薬なんて使うこともないからと思って、もうないわと思ってたんですけれども、まあ、やさがししてくれてですね、まあ、薬を見つけてくれて、で、それを飲んで、まあ、なんとかですね、若干収まって、寝ることができたんですけれども、まあ、その、早速、近くの、東和病院という病院に、連絡しまして、このお医者さんに診てもらおうと言ったんですね。ところがですね、この入っていってこう受付しようとしますと、今日は初めてですか？はい、そうです。もう久しく来ていません。あ、そうですか？熱はありますか？いや、熱は全然はないんです。ただ胃が痛いんです。あ、そうですか。ちょっと少々お待ちください。ひょっとすると、外で待機していただくかもわかりませんと。外で待機？あ、そうだ、こう、コロナの感染対策だったな、と思いながら、しばらくすると係の方が来られまして、すいません、ちょっと外に出ていただけますか？ということで、病院の外に、まあ、ボックスカーがあったんです。で、そのボックスカーの中に、案内されまして、まあ、運転席とこのビニールシートで、この仕切りがされていたんですけれども、しばらく、看護師が来るまでしばらくお待ちくださいと、PCR 検査しますからと。PCR 検査。まあ、胃の痛みで熱もないんだけどね、と。まあ、でも、これは契約ですからということで、まあ、5分ほど待っていますと、看護師さんがお越しになられました。まあ、鼻からですね、まあ、皆さんご存知のように、綿棒入れられて、少し痛いですよと言って、突っ込まれるんですけど、この抜いた後にですね、あ、すいません、これついてないですね、ともう一遍やられて、痛いというような感じでした。はい、これで、しばらく検査しますので、このところでお待ちくださいと言われて、そうですね、15分か20分ぐらい、結果が出るまで待っていました。先ほど申し上げましたように、熱はないし、また、ワクチンもですね、この2回接種しているし、まあ、いろんなところ出かける、まあ、特に集会に来ても、感染者の人に触れたことは一度もないわけですから、いわゆる濃厚接触者でもない。ですから、まあ、ほぼ、感染することはありえない。まあ、陰性に違いないと思うんですけれども、でも、万一、もし、陽性反応が出たらどうしようと。そうなると、この集会に、ソーシャルディスタンスを保ちつつといえ、入り口で手を洗ったり、マスクをしたり、まあ、そういうことを対策をしているとはいえ、もし自分自身が、感染者と認定され、陽性と認定されたら、もうこの集会にですね、この、緊急事態宣言が明けても、つどめなく、集会としてですね、公に開き、しばらくは開けなくなるんじゃないかとか、まあ、いろいろ考えますと、まあ、大丈夫だという思いがありつつ、やっぱり若干不安があるんです。
すると、まあ、看護師さんがお越しになられまして、はい、陰性でした。という、まあ、その言葉を聞いて、まあ、ほっと、まあ、そうだろうなと思いつつ、まあ、ほっとしたと。そして、まあ、病院の中で、診察を受けたわけです。まあ、このように、何らかの形で、自分が問題があるんじゃないかということを、こう、調べられるというのは嫌な思いです。今日はですね、そのような、全くやましくなくって、訴えられたというのじゃなくて、勧誘を犯している、罪を行っている、その現場を抑えられて、いわゆる現行犯です。弁解の余地がないんです。その現場を抑えられた会員の女が、こともあろうに、イエスとそのイエスの周りにいる群衆たちの面前に、この白昼に引き出されて問われるという、ま、その彼女にとってはですね、どこかで恐れていた。けれども、想像もできないような大変な、まあ、殺される、呪われる、罵声を浴びせられる、もう屈辱の極みを舐めるという耐え難い苦悩の中に叩き込まれる。その苦悩にうめいている、涙している女性目の前にイエスがですね、深い同情を寄せながら、対応されたという非常に有名な、記事です。この記事に関しては、クリスチャンでない人も、まあ、日本の作家たちも、この記事を非常に愛読しています。いろんな小説で、この箇所が使われます。まあ、今、朝日新聞で、連載小説、また会う日までという、クリスチャンの海軍士官がですね、主人公の小説があるんですけど、やはりそこでも、妹が不義の子供を宿していて、じゃあ自分自身はその妹を断罪できるのかという時にですね、この記事を思い出しながら、いや、そうではないという場面がやはり出てきます。クリスチャンでなくても、神様を信じなくても、このイエスの場面は、誰もが共感するというか、イエスって素晴らしい人だなと感銘する場面で有名なんです。まあ、本題に入っていきたいと思います。ヨハネによる福音書の8章の1節から6節をまずお読みします。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。イエス、モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか？彼らはイエスを告発するよう言うと、イエスを試みて、こう言ったのであった。だが、イエスは身をかがめて、指で地面に何か書いておられた。しかし彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者が、まずこの人に石を投げなさい。そしてイエスは再び身をかがめて、地面に何かを書き続けられた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始まり、一人、また一人と去っていき、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか？誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？彼女は言った。はい、主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。という、まあ、短い、箇所なんですけれども、しかし、先ほど言いましたように、このイエス・キリストご自身の、ご本性と、またこの地上の使命を、彷彿させるようなエピソードです。
メッセージを3つのポイントでお話ししたいと思います。第1番目はイエスを罠にかけるユダヤの指導者。第2番目のポイントはその彼らの問いに対するイエスの答え、審判。3番目は正義と愛の一致するところなんです。お話ししましたように、このエルサレム、天地を作られた誠の神様を崇めるユダヤ民族が最も神聖な場所としているところです。しかし時は何度もお話ししていますように、ローマ帝国の支配下にあってユダヤが属国として。ですから、ちょうどカリオの祭りの時だったんですが、ローマ兵たちがこのユダヤ人たちの集まる祭りに暴動が起こらないように監視するために兵士たちがエルサレムにあちこちたむろしていました。あるいは監視していました。いわゆるまあ占領軍ですよね。で、こういう占領軍がいるところ、まあ、日本もこの1945年敗戦した時、アメリカの進駐軍がやってきました。進駐軍がやってくると、やはりですね、そういうこの軍人たちを相手に、この夜に日本の女性たちが、この春を見さぐ、ひさぐというか、この身を打って、この生活の糧を得るために、まあ、売春婦になっていく、アメリカの軍人たちを相手にしていく、まあ、風景が乱れていくというか、まあ、そういう風景がまあ見られたわけです。これは日本に限らず、まあ、従軍慰安婦の問題が韓国で今も取り沙汰されていますけれども、それは別に日本人だけが特別に、極悪な人間だったわけではなく、反省しなかったわけではなく、世界で戦争のあるところ、どこでも繰り広げられているところです。韓国でも、そして韓国人もこの、ベトナム戦争の時に、ベトナムの村で虐殺し、また、多くの村人たちに強姦をしたという、そういう、韓国人との間の子供のことも問題となっています。まあ、中国も、まあ、同じです。また世界中で、まあ、例えばトルコが、このギリシャと戦争した時もキプロスで、やはりですね、この後で、トルコ人のこの子供たちがたくさん生まれてきたということで、また子供たちが差別される。まあ、ヨーロッパでは、ナチの支配していた時もやはり同じようなことが起こり、アメリカがその後占領した時も、同様なことが、起こった。まあ、これはもう、人類の歴史が始まって以来、まあ、この売春というのは、この、最も古い職業だと言われているぐらい、人間のこの性欲というものが、いろんな問題の種となってきたということは、まあ、皆さんもよくご存知だと思います。やはりこのユダヤも例外ではないんです。いや、天地を作られた神様の民だと自由すればするほど、現実としてそのような占領軍相手にするような女性、ユダヤの女性が出てくるということは、ユダヤの主導者たちにとって、それは屈辱的なことです。あるいは彼らはですね、非常に許せない存在として、この国を、民を汚す存在として白い目で見ている。だけど、まあ、手を出さないというようなことがあったのかもわかりません。いずれにしましても、ここでは会員の女と書かれていて、売春婦と書かれていません。しかし、ここで第一番目のポイントで、イエスを罠にかけると申し上げましたように、この、会員の現場で捕らえられた女ですとイエス様を訴えた、この場面には、もちろん背景に旧約聖書の掟があるわけです。で、まあ、そのことをですね、ちょっとまあ見ていきたいと思うんですけど、その前に、まあ、その石打ち家、この会員の罪を犯した者は、この石打ちに処するという旧約聖書にあるんですけど、それを今でも実行している国がある。それはイスラムの原理主義の国です。サウジアラビアもそうですし、また、今大きく問題となっているアフガニスタンもそうでした。2015年の10月25日、このラジオフリーヨーロッパで、この実際に流された映像の、これは写真なんですけれども、実はこの穴にですね、一人の女性が入れられています。
この女性の名前はロクシャナというこの20歳前後の女性なんですけど、実は許嫁、親が決まって許嫁がいたんですけど、恋人とこのまあ駆け落ちしようとして、その直前に二人が性的な関係にある場面をこの見つけられてですね、そして二人が引き出されて、彼女は石打ちの刑、そして男性の方は鞭打ちの刑ということで、まあ、彼女だけが殺されるという、まあ、そのような、事実、痛ましいことが、まあ、あった。まあ、それがですね、この石が投げられている場面、そして彼女が石が当たるガシャッという音が鳴るために、私は敬虔なイスラム教徒ですと絶叫しているシーンが、あるそうです。しかし、イスラムの掟によって、会員した女は、石打ちの刑だということでそれを実行しているんですね。まあ、問答無用ということでした。このイスラム教というのはもともとユダヤ教の、いわば理由のようなものですけれども、モーセの御書と言われる旧約聖書の中にこのような掟があります。人が他人の妻と会員したら、すなわち自分の隣の隣人の妻と会員したなら、その会員した男と女も必ず殺されなければならない。レビ記20章。夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男も、その女も、二人とも死ななければならない。こうしてあなたはイスラエルの中から、その悪いものを除き去りなさい。あなた方はその二人を、その町の門のところに連れ出し、門は裁判するところです。石を投げて殺さなければならない。神明記。と、あるんです。まあ、このように、国全体に道徳を維持させるために、見せしめも兼ねて、この三大罪というか、偶像礼拝、殺人、姦淫、これは、最も邪悪な罪であるとみなされて、このような、掟がなされていた。というわけです。この掟に基づいて、寛容の現場の女が、イエスの元に連れて来られていたというわけです。しかし問題があるんですね。それは何かと言いますと、まあ、このイエスと関する女という、このギュータ・ブ・ドレという19世紀のこの画家の絵なんですけど、まあ、こう左側にこのユダヤの指導者たちが、この寛容の女を犯した、この女を手術すべきですと訴えている姿。まあ、それをイエスがですね、この、彼女をかばおうとしているという場面ですけれども、先ほどのこの、聖書のことを見たらわかりますように、男も女も必ず、男も女もその二人とも、その二人を、と書かれているわけです。要は、会員は一人でできません。二人で行うもので、その二人とも死刑だと言われているにもかかわらず、ここでは女性だけなんです。ですからこれは立法に基づいているわけでもないんです。そして本当にこのような悪がユダヤの社会にこの行われていることに深い痛みを感じて指導者たちがこのような罪をなくしたいという痛みの中で生み出されたことではなくって、その男性はですね、まあそもそも姦淫の現場を捕まえるってよっぽどのことですよね。ですから、おそらく、これは、夫のある女というか、まあ、あるかもわかりませんけども、この性を商売として、この生活を、維持していた女性だと想像できます。まあ、ですから、この客の男はですね、この、里を逃がしてというか、この女だけを連れてきたということですから、まさに、これは罠の仕掛けるための、例えばですね、この虎を捕まえるために、ウサギをこの罠を仕掛けますよね。そのように、イエスをこの亡き者とするための、まさに、仕掛ける餌としての対象として、この女性を見ていたと。何時の隣人を愛しなさいという、この、もし自分が、この、そういう立場だったら、もし自分の、この、姉妹がそのような目にあったら、とか、そういう身内がということを考えると、
こんなに冷たい仕打ちはできないんですけれども、いずれにしましても、彼らの目的は、イエス様に、この女を引き出すことによって、イエスが神様から来た救い主、イエスが神の御言葉を語るユダヤの救世主という姿を暴くというか、彼らはイエスを信じていませんから。まあどういうことかというと、結局、律法の中にこういう神の女を意地で打ち殺せと書いてます。だから、イエス様に、この女を神の現場で捕らえられて、います。というわけですね。これはレンブラント有名な神の女の場面ですけれども、まあここではですね、この女が、まあ、下着姿で、いるわけですね。まあ要はその、乱れな姿で、彼女がみんなの前に引き出されていると。まずいうような場面で、この群衆がそれを取り囲んでいるという姿なんですね。で、さあ、この女ですね、この明らかに勧誘を犯した現場で捕らえられてきたんです。イエス様、あなた、この律法によれば、周知で、殺せと書いています。あなたどう判断されますかと。で、もしこの時ですね、有名なことなんですけど、イエスが、そうけしからんじゃないかと。じゃあ、この女を石で打ち殺せと命令しますと、普段、罪を犯した人とか、いろんな罪ある女も、イエス様許されたというイエスは、神の愛と慈しみを語ってくださる方だという、その、私たちの痛みや、あるいは、そうせざるをおれなかった、人生のですね、その、本当にこの、苦悩のやむを得なかったような弱さに寄り添ってくださるイエス。というイメージをですね、完全に覆すことができます。と同時に、もし医師で撃ち殺せということならば、彼らはですね、女を医師で撃ち殺した上で、ローマ当局に訴えて、恐れながらと。なぜなら、この当時死刑の権限はローマ帝国が握っていて、ユダヤ人たちは、自分たちで、人をですね、死刑に定めたりする権力、権威は与えられていなかったんです。ですから、このイエスの命令に従って女を殺して、ローマ当局に、このイエスは、ローマが命令している法律に完全に違反して、自分が主権者であるかのように、この主権を命じましたと言って、ローマに訴えて、ローマ当局にイエスを捕らえさせ、また殺させるということも、可能なんですね。ですからイエスが、律法に従って石で撃ち殺せということは、言えない。言うとイエスが窮地に陥る。また一方ですね、この、いや、この女性には訳があるから許してあげようと言うとですね、先ほどから言っているように、律法が、いや、神が、このような罪を犯した者は、石で打ち殺せとおっしゃっている神の命令を否定するということになります。神から来られた救い主が、神の命令を否定するということを語られるということは完全に矛盾ですから、イエスは神から来たものではないと、と言えるわけです。ですから、イエスは石で打てということもできないし、また、この女を許そうということもできないという、もう、イエスともノーともどちらとも言えない質問を彼らはイエスにぶつけたというわけです。ネルソン・ダービーという非常に有名なクリスチャンがですね、こんなふうに言っています。堕落した人間の心は自分よりも悪い人を見つけるとその心が安らぎ落ち着く。他の人の罪の方が大きいのであるから自分は免責されると思うのである。そして他人を告発し猛烈に咎めるときに自分の悪を忘れる。そのようにして不義を喜ぶのである。ネルソン・ダービーは私たち人間の心、人を断罪するときの人の心をこのように分析してくれています。私たちはですね、確かに、この勧誘を犯しているとか、あるいは殺人を犯しているとか、あるいはいろいろな賄賂を取ったとか、様々な犯罪を見ると、本当にけしからんと。まあ、そのように、非難したり、あるいはこうみんなで、あの人はなんという、この、不自然な人だとか、非難して、まあ、ネットを見るとですね、本当に、嫌になるような、誹謗中傷が溢れている。まあ、この、パ
リサイ人のこの邪心というか、そのようなことは私たちの中にもあるわけです。じゃあイエス自身はどうされていたかというと、イエスはその彼らが来て攻めたときに、イエスはしゃがんで指で地面に何かを書いていらっしゃった。何を書いていらっしゃったかは紹介されていません。ある人は指でということで、こう律法が神の指で、モーセの十戒がですね、神の指で書かれた、だからイエスは神なんだとおっしゃる方もあるし、あるいはある人は、これは、パリサイ人たちの罪をですね、この地面に書くことで、あなた方はのこの心を私は知ってるよと示されたんだという、まあ、うがった見方もあるしですね、まあ、わかりません。わからないんですけれども、私はですね、あるこの昭和初期のクリスチャンの証を読んだことがあります。まあ、その方は、いわゆる妾の子供として、まあ、近所からですね、白い目で見られていた。まあ、テテナシゴという昔の言い方で、まあ、自分のお父さんは正式な父親ではないと。まあ、そういうこのすごいことが物心ついて分かってですね、本当にこの世間をはばかって、まあ、生きていたと。で、ある時ですね、この路上でクリスチャンが、聖書の話をしているのを耳にしたんですね。で、その耳にしたのはちょうどこの会員の女の場面なんですけれど、みんながですね、この女を関与したんだ、この女の罪を犯したと責めていってる時に、イエスもですね、しゃがんで指で地面に書いていらっしゃったという、この説明を聞いたときですね、彼はイエス様に心を捉えられたんです。なぜなら、みんながですね、この女を避難しているときに、イエス様もしゃがまれることによって、イエス様もこの女と同じような避難される、このところに身を置き、そして逆に指で地面に何かを書くことで、何を書いていらっしゃるんだろうと、みんなの視線を女からイエス様の方に引きつけられて、せめて女の恥ずかしいその様子をですね、少しでも目をそらさそうとされたというイエスが女をかばっていらっしゃる、心に、彼は打たれます。そしてそのうちイエスが、あなた方の中で罪なき者はこの女に一度打てとおっしゃる言葉に、彼はですね、痛快というか、イエス様は全て分かっているくださる方だと思って、それから教会に行くようになり、クリスチャンとなったと。やはり私はその証を読んだときに、本当にいろんな体験を通して、この聖書を読むことで、聖書の深み、あるいはイエスの行動の深みを理解することができるんだなと、感心したことを、まあ、覚えています。人は、本当にこの自分のことを他人にあげて他人を断罪したいものですね。先ほど申し上げましたように、そのパリサイ人たちはですね、イエス様が指で地面に何かを書いていたときに、イエス様、あなたはどういうふうに判断されますかと言っても、指でまだ黙って書いていらっしゃったので、まあ、本来ならばですね、男と女と二人とも被害者として、犯罪人として連れてこないとダメなので、これ立法に反映しているわけですから、正しい訴えにはならないんですね。立法に乗っ取ってないんです。ですからイエスがそれに答えないということを通して、野暮な質問というか、あなた方の罠というのはもう見えすぎた質問、それをね、自分で恥じて、去っていきなさい。というも言えるはずな、言え、ということをある意味で暗示的に、示していらっしゃったかもわかりません。しかし彼らはですね、そうは捉えずに、ああ、ついにイエスはですね、答えに窮して、もう文字ですね、この下を向いてるだけだと。と、勘違いしてですね、まあ、これで勝ち誇ったように、どうなんですか、イエス様。あなたはどう考えられるんですか、このモーセの律法は一で打ち殺すと言ってますよと、イエスの答えを、この、まあ、迫ったわけです。それに対してイエスはですね、その時、すっきりと立ち上がられて、一人一人の顔を見つめながら、清い目で、
宣言されるんですね。あなた方の中で罪のないものがこの女に生きて打てん。この罪のないというこのギリシャ語はですね、どちらかというと罪の願望もないというか、そういう全く潔癖というようなニュアンスがあるそうです。このイエス様のですね、この突然立ち上がられて、そして毅然として、そして彼の思いもしなかったようなこの答えを石で打てと、しかし罪なき者だとイエス様を目の前にして、いや、じゃあ私を打ちましょう、私は罪ないものですと、誰もですね、答えることができなかったわけです。おそらく指導者たちはですね、とこう開いた口が塞がらなかったというか、そんな答え方があったのかという。やがてこうしばらくの沈黙の後で、まあ、みんな気まずい思いをしたというか、罪なき者はと言った時、誰も意思を持って、この女にですね、それを投げることはできなかった。老人から始めて一人二人と去っていったというわけです。まあこの時ですね、イエス様はイエスが訴えられていたんですけど、今度は逆にイエスご自身がこの場に立ち会っていた、あるいはこのメッセージを聞いている全ての人に問うていらっしゃると思います。群衆はですね、この女は悪い女、こうしてこの指導者たちは本当にこの邪悪な人たちと自分を部外者に置いていたかもわかりませんが、しかしこの場面でイエスは、あなた方の中で罪なき者がこの女を石で打てと命じられることによって、あなたは罪ないんですか、あなたは潔白だと、あなたは他の人の罪を断罪できる立場にあると思うんですかと、このイエスの前に、あるいは神の御言葉の前に引き出されたわけです。部外者でおれないんです。その時ですね、彼らを責められて、そして老人たちは一人二人と、老人からですね、一人二人と去っていって、やがて指導者たちも、もう完全に敗北。もう返すことはなくて、過ごそうと帰っていったわけですね。この時にイエスの心は、まあ、有名な言葉ですけれども、三条の水訓の中で、このようにおっしゃってるんですね。勧誘してはならない。まあ、確かに今でもそれは大きな不幸をもたらします。でも神様はです。勧誘してはならないと言われているのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに勧誘を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに投げ込まれない方が良いのです。ここでもイエスはですね、本来、勧誘するなと言われたとき、もう私もですね、勧誘なんか全くしたことがありません。潔癖です。もうこれはね、天地神明にかけて、いわゆる、結婚しながら他の女性と性的な関係とは一回もありません。本気でそういうことしたいと思ったこともありません。それはですね、断言できます。じゃあ、性的な欲望、そういう、ものが全くないのかというと、この御言葉に照らしてですね、情欲を持って女性を見る、いかがしいものをですね、見たときにですね、それを、常に拒絶し続けることがやってきたかというと、恥ずかしながら全くそうではないという自分の姿を見るんですね。心の中で、そういう関与、その意味での関与を、まあ、行ったということは確かにあるんです。まあ、この、公の社会で、立派なことを言う立場の人であるほど、こう、偽善になりやすい。昔、ある伝道者の方がですね、この、集会で、わずかな人数ですけど、祈り会していたときにですね、ある方が、まあ、入り口開いてたもんですが、入ってきて、そして、一緒に祈り会出てですね、そして、ボロボロボロ涙流して、その祈りの場面にいらっしゃったというんですね。
で、聞いてみると、実は刑務所から出てきて、自分がですね、本当に、とんでもないことをしてしまったと。この神の前にですね、この、何か祈りたい気持ちがあったんですということで、自分のことを正直に、おっしゃってるというのを、見たと。で、その同じ電動車の方がですね、ある時、まあ、長距離の、まあ、昔ですから、その電車に乗っていた時ですね、まあ、お酒を飲みながら、人とワイワイ騒いでいる、この、男性たちの、この、客室にですね、この、まあ、七八人の男性たちが、食べたり飲んだりしながら騒いでいる画面を見たそうです。で、まあ、本を回し読みしていると。で、その本をちらっと見るとですね、それは、まあ、いわゆるエロ本であって。で、しかもその話を聞いてるとですね、その人たちは、校長先生のこの、何かの、この会議の帰りで、まあ、慰安旅行の、まあ、帰りだったということで、この方はですね、かえってこの犯罪を犯したという人の方がこの神の前に正直に、自分のこの罪を嘆き、あるいはこの綺麗事言、逆に綺麗事言ってる人の方が、かえって誰もそういう自分たちの知ってることを知ってる人がいないというところでは、しかも自分たちの仲間内では、そのようなこの卑猥なことを言ったり、いかがわしいことに身を置いたり、そういうことをするもんなんだと。人間というのはですね、本当にそういう根っこにいかがしい心を持っている。まあ私はちょっとショックだったのは、まあそもそも私自身がクリスチャンになる一つのきっかけ。それはディケンズというね、有名なクリスマスキャロルを書いた人ですけれども、まあ、ビクトリア朝時代の、まあ本当にこのイギリスの、この非常に道徳心が高められていくような時代。まあ、彼はですね、この、まあ、世界である意味で最も有名なクリスマスの物語を、書いて、本当にもうイギリスの絶大な人気作家であったんですけど、まあ、実は彼が死んでから、まあ、分かったことですけれども、このディケンズは、まあ、エレン・ターナンという女性と、まあ、不倫関係にあって、まあ、40代で奥さんと、まあ、10人も子供を設けているお子さんなんですけど、その奥さんと別居生活をして、そして、この、エレン・ターナンという女性と、ずっと死ぬまで不倫生活をしていた。あのクリスマスキャロルを書いて、神を恐れるということ、人々を愛することの大切さということを、そのようにですね、ヒューマニズムを本当に感動的に書き上げる、その、また、幼い時からですね、苦労して、本当にこの、当時の苦しんでいる人たちの気持ちに応じる代弁者のようにして、語る、彼が、やっぱりですね、やっぱりというか、まあ、道にならぬことというか、こう、不倫をしているという姿。ベゾスという、このアマゾンの会長。あるいは、ビル・ゲイツという、この、マイクロソフトの、この、まあ、以前のですね、この創業者。みんな不倫で離婚して。まあ、イエスさんおっしゃったように、この、あなた方の中で罪なき者が、と言われたときに、誰もがですね、心の中にまで光を当てると、神の前に、本当に胸を張って、私は罪はないです。この人を裁きます。と言える人はいない。すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けることができないと言われている通りなんですね。人間というのはですね、外側はいくらでも着飾ることできるんですけれども、イエス様おっしゃいました、内側からすなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。乱らな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、高慢、愚かさで。これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。世の中が悪いのは、この人が皆、この内側からそういう邪悪な、利己的な、そのような、ここで表現されている、様々な罪のその性質。それらをうちに全員が持ってるんです。アダム以来の罪の性質を宿していて、環境によってそれらが表にいろんな形で現れてくる。そうしたくなくても、
先ほどの会員の女のように生活に困窮して家族を養うために番やむを得ずにですね、そうなったかもわからない。それを助ける人がいなかったということもあったかもわかりません。まあ、ここにですね、アグネスティヌスという人がですね、人の惨めさと神の憐れみを象徴しているのが今日の出来事です。人というのは罪に翻弄され、あの会員の女をもう一度考えると、こういうことはやってはならないということは分かりつつですね、その罪に身を委ね、ところが突然ですね、男手が伸びてきて自分の首の根っこを捕まえ、そして、この明るみ引き出されてね、みんなの交渉前に出された時はもう本当にもう死にたいというか、ここから一刻も早く逃げたいというような、もう最も惨めな、条件を追い込まれたわけです。ところがその惨めな、私は本当にどうしたらいいんでしょうと。ああ、神の前に私はもう地獄行く、神の前に裁かれるしかないという、その自分の行ってしまったことに、絶望している、悲しんでいる、救われたいと願っている彼女に対して、神は、冷たく、死刑だとおっしゃる方ではなく、憐れみをですね、心本当にかきむしられるようにして、痛みを覚えていらっしゃるんだと。ここには、同じくアウグスティヌスの言葉ですけど、まあそこにはですね、この耐え難い、苦悶、まあミセリアというね、ラテン語で、耐え難い苦悶ミセリアと深い同情、ミセリコルディアが残ったとあるんですけれども、この、彼女だけが苦悶、耐え難い苦悶になったんじゃなく、イエスご自身も、この私たち人間をですね、そんな罪を犯すため、このような邪悪なことを計画するために作ったのではなく、律法をこのように他人を貶めるために、自分たちを救う救い主を罠にかけるために律法を与えたのではなく、皆が本当に幸せと祝福に預かるために律法を与えたのに、歪めてしまっている。その人間の姿を見たときに、イエスは、ご自身が十字架で、この罪の根本の問題を解決するための贖いの死を経験するしかないということを改めて心深く決心された時でもあったと思います。それはイエスの苦悶でもあります。同時に、その苦悶はどこから来たかというと、罪にもだえている人への深い同情から来たわけですね。最後の三つ目のポイントはですね、正義と愛の一致するところということです。もちろん、イエス様は、罪を見過ごしにしてもいいんだ、かわいそうだから許そうとおっしゃっているわけではなかったわけです。石で打てと語られました。ですから、イエスは罪を決して見過ごしにすることのできる方ではありません。罪を憎まれます。しかし同時にですね、この女を助けられたように、女に、イエス様はですね、みんなが去って、この女が一人残った時に、こうおっしゃるんですね。婦人よ。ギュナイというね、ギリシャ語で、女性に対して尊敬の言い方です。婦人よ。あなたを罰する人いなかったのですかと。彼女はですね、本当は逃げてもよかったかもわかりませんけど、しかし、このイエスの行動、イエスの言葉により、の中に、律法を神から来られた方だというこの方は、単に律法を自分を裁き、冷たい目で見るために適応するのではなくって、自分への同情、いたわり、そして何とも言えない慈しみの思いの中で語ってくださることを彼女は感じていたわけですよね。本当に幸いだったのは、彼女が引き連れられてこられたのがイエスの前だったということです。もう取り返しのつかない絶望的な状況なんですけど、イエスの前に来た時には問題の必ず答えがある。解決がある。彼女は、イエス様によってあなたを罰する人誰もいなかったのかと言われた時、主よ、はい、ございません。と言った時に、イエス様はおっしゃいました。私も、あなたを罰さない。あなたを罪に定めない。
とおっしゃったんですね。まあ、ここがポイントですので、この、私も、あなたを罪に定められません。あなたを罰せられません。とおっしゃらなかったんです。なぜならイエスは唯一罪なき神の御子、罪なき生涯を送られた方だからです。だからイエスは、その意味では一生を取って、彼女に投げることができる唯一の方でした。その意味で私も。この方は人の姿を取られたという意味で私もとおっしゃったんです。しかし、罪に定めませんということによって、彼女を許す。そこには、神の子としての権威。人であり、神としてのイエスがここにいらっしゃるんです。行きなさい。これからは、罪を犯してはいけませんとおっしゃった。ここに罪を憎まれ、罪から解放されるイエスの言葉があるんですけど、もちろん彼女はね、これで突き放されたわけじゃなくって、あとは彼女の自由意志に任されたわけです。そこで彼女は、もちろん、悔い改めて、そしてイエスのお弟子さんたちと共に、私はこれからどうしたらいいんでしょうかと。おそらく悔い改めて、まあ、同じような、そういう彼女のことを同情できる人たちの中で、彼女は支えられてきた。支えられて歩んだと、まあ、そのように信じたいわけですよ。信じたいですよね。イエスには完全な神の義を守った上で、それを貫いた上で、同時に、あなたを許すという、この愛の最も麗しい姿をそこで示されました。そこには正義と愛が一致します。でも、本当に一致するでしょうか？だって、罪を犯したその罪の罰は必ず下されなければならない。ですから、この一致するところというのは十字架であることがもうお分かりになると思います。あの十字架の上でイエスはあなたの罪を罰さないとおっしゃったという意味は、あの十字架であなたのが犯した罪も私が身代わりとなって負います。もう彼女がもしイエス様の弟子となって、イエス様のずっと、あと生涯ですね、ついていったとしたら、最後に十字架でイエスが死なれる。なぜこの方が十字架で死なれるんだという、そのもっと自分よりひどい恥ずかしめと苦悩の中で、イエスが死んでいかれるのを、もし見、また聞いたとしたら、それがあの時あなたの罪を許しますとおっしゃった、そのことを語る女に、あなたの罪許されてるんですよ、と、喜びと許しを得させるために、十字架で苦しみを受けられたんだという真実を知ったら、あの時自分の味方となってくださったという喜びという喜びじゃなくて、今度は恐れというか、そこまで私のことを愛して命までかけてくださったのかという時に、まあ、本当に恐れを覚えると思います。まあ、これもですね、このある方のエッセイを読んだんですけれども、それは、その方は、この、いわゆる、東南アジアにですね、外地に戦時中ですね、出かけておられて、やがてそこで敗戦を迎えます。引き上げ兵と一緒にですね、ずっと引き上げて行ったんですけど、でも彼らはすぐには引き上げることができなくて、随分経ってから、米軍の管理のもとで、彼らは引き上げ船に乗って、そして数百人がですね、この乗っている船の中で何日もかけて日本に帰国しようとしていた時だったそうです。ところがある日、その戦場でですね、この米兵がですね、今からこのコマの間にですね、この日本人の若い女性を3人ですね、引き出すようにと。まあ、要は、米兵の慰め物とするために、そのリーダーに、日本女性を出せと。と、命令したんですね。絶対的な権力者から、この命令されて、彼は、このみんなにですね、この伝えたわけです。まあ、そのことを、この絶対的な、もう自分たちは敗北者で、そして、支配者の、この米軍の、しかもそのコントロールに、のもとにあって、女を出せと言われたとき、それを断ることできないということが分かってですね、もうみんなで自分の幼い子供たち、あるいはこの若い女性たちを身構えて、本当に必死になってね、もう本当に恐怖のどん底というか、
その時ですね、スクッとこの3人のこう若い女性が立ち上がってですね、そして私たちが行きますからと言って、その責任者のところに行かれた。その女性たちは実は外地で、まあ、売春の仕事を、まあ、させられていたとかしていた方だったというんですね。その時はですね、みんなはその女性たちの後ろ姿で本当に拝むようにして見送ったという、その証文をですね、読んだことがあります。身代わりとなって身を捧げてくださった。本当にこう自分たちそれによって救われた。まあ、それは本当に痛ましいことですけれども、イエスは、私たちの罪のためにですね、その十字架で、全ての呪いを引き受けてくださったので、あなたの罪許された。正義を全うしながら、同時に神様の愛を私たちに貫いてくださったんですね。まあ、東大総長をされた、クリスチャンの柳原忠夫という方が、やはり4名による福音書のこの8章で、この辺の記事を解説してくださっています。その記事の中で、このように語ったんですね。私もあなたを罪に定めない、安らかに行け、との御声をじーっと我が心に聞いておれば、涙が滲んで頬を流れる。それは残機の深い悔い後悔の残機の涙であり、またこの世のものを愛してくださったという感謝の涙であるが、それにも勝りてこの救い主を慕い祭る愛母の涙である。各イエスの愛を被ってイエスを愛し祭る切なるしたい思いこそ、私たちの生涯を清める原動力となるのだ。まあ彼女がですね、このイエス様の愛のを受けて、まあその後ですね、で清い生涯へと招かれていくとしたら、この神様の愛が私たちのこの清い歩みの原動力になる。そして正義が全うされる。聖書は、このイエスこそ私たちの救い主ですよとおっしゃるんですね。この完全に私たちに噂に同情し、かつ私たちの醜さを全てを知り尽くして、その罪に対して、一個だにですね、一点だに妥協しないで、しかし完璧に許すことができるように、ご自身を完全に十字架に捧げ、神様の前に罪の救いの御業を完成し、蘇ってくださった。このイエス様を信じるとき、聖書は、誰でも罪許されて永遠の命が与えられるんだと約束していく、いるわけですね。ぜひ皆様もこのイエス・キリストの元に来てくださって、イエス様をただ救い主として信じて、この救いの中に入ってくださいますようにお勧めして終わりたいと思います。